前回大会で敗れてる相手との対戦だったじゃないですか、コロンビア。やっぱり日本のサッカーって、小国じゃないっていうところ、それだけはやっぱり伝えたかった。3戦目のポーランド戦、0-1 からこうパスを回していくと。いや、負けてんだから、行くべきね、っていう自分がいるはずなんだけど、あの時だけは何か知らないけど、降りてきた。そして2016年に日本サッカー協会の理事に就任されて、監督という現場からサッカー協会に入られましたよね。これ理由はあったんですか？グランパスを退任して、もちろん指導者としてのやっぱり継続は求めてはいたし、やっぱりユニフォーム脱ぐっていうのはどうかなとも思ったんだけども、強い会長の要請があったんで、ワールドカップまでサポートできるかなっていう感じで入りました。技術委員長になられますよね。具体的に技術委員長ってどんな仕事されるんですか？今でこそ代表専門とかになってきてるんだろうけれども、自分が入った時やっぱり A 代表だとかの強化に対する仕事と、育成の部分の仕事と、あと指導者養成の仕事と、さらにキッズ的な、グラスルーツの仕事もあり、だからそれは難しいって自分は思うわけ。 A 代表に出るだけではないんだけど、全体を見るのが技術委員長なんだけども、大変。特に自分はやっぱり A 代表を強くするって一朝一夕にできるものではないんで、育成世代をやっぱり強化して世界に出して、でどの国でもやっぱり育成世代が世界で活躍してないと A 代表は強くならないわけなんで、そうですね、A 代表だけ強い国ってないわけなんで、まずその辺をボトムアップしていこうっていうことの中の仕事をメインに、育成復活っていうことを、2018年の4月ハリルホジッチ監督、解任になるんですけれども、そうですね、これどういう経緯で決まったのかっていうのはお話しできる内容なのかなっていうのが僕はちょっと気になってるんですけど。技術委員長ってやっぱりそういう推挙する A 代表をやっぱりしっかり決めて、委員会でまとめてそれを協会に推挙する仕事があります、で、自分はハリルホジッチ監督を推挙したわけではなく任命したわけでもない、途中から入ったので、ただやっぱりその解任についてやっぱりサポートしていかなきゃいけない立場なので、17年から E1 で成績悪くて、年明けのキャンプで良くなくて、でロシアを迎えるって言った時に技術委員長が英断して自分でやるって言ってるんではないかっていう風潮はあったと思うんだけども、そうではなくて、自分も もちろんハリルホジッチ監督サポートしなきゃいけないし、ただ英断が協会であって、そこで指名されてしまって晴天の霹靂的やないけどもただやっぱり停滞させてはいけないし、もうワールドカップ迫ってるし、そうですよね、指名受けたんで受けますっていう感じでしたね。現場離れて約3年ぐらい経って、2年ですか。J リーグでずっと代表を見てて、なぜって思うところがたくさんあったのが、自分でやっぱり代表監督にこう指名されて、そこでやっぱり選手たちにやっぱり日本のサッカーって小国じゃないっていうところ、それだけはやっぱり伝えたかった。なんか重心がグーンって落ちちゃってるようなワールドカップを何回もこう見てきてるの、せっかくいいチーム力なのに、なぜ本大会になるとって思うところがあったので、過剰にねリスペクトする必要はないぞっていうところ。4月の9日に就任されて、5月31日にメンバー発表。期間としては2ヶ月弱。できるだけヨーロッパにの選手を遠説した。やっぱり自分が変わったっていうことに対する理解だとか、お前が必要なんだっていうところも伝えるっていうところとかの。アンギアをその間ずっと1ヶ月して、それで招集したっていう。じゃあほぼほぼ
なんとなく自分の頭の中では就任された時にメンバー決まってました。決まってない決まってない。だから面接も含めて、あのその時の状況も、はい、確認して、はい、まあ、おそらくあのハリロジ監督がリストに挙げたメンバーとは半分以上は違ったかもしれない、はい、それはやっぱり面接してとか、うん、あの会って実際に試合を見てたとかそういう気持ちのとかを確認したいと思ったんで、その上で、まあ、みんながやっぱりブラジルの雪辱をしたいっていうあの、うん、そこの共有が高い選手たち、うん、多少コンディションがあの悪くても、うん、スポットで、うん、あの選ばせてもらうっていう、あでこうなんか自分がこうワールドカップモードになった選手も、うん、そのアンギアの中で、まあ、確かにいたんで、うん、まあ、それは作業してよかったかなと思います、ね、直前のスイス戦そしてパラグアイ戦を経てこうワールドカップ初戦のコロンビアにこう向かうじゃないですか。前回大会で敗れているこう相手との対戦だったじゃないですか。チームのなんかこう入りの硬さとかなんかそういったものはありました。でご覧の通りないよね。ないですよね。3分後には、はい、あの得点してるわけで、はい、ハリオジッチ監督が伝えてた、うん、そのダイレクトなプレーっていうのは、うん、やっぱり準備してきた数年間で、うん、やっぱりああいうところでも要所要所に生きてるんだよね、うん、そういうのがあのポジティブに、うん、あの監督前監督のやってることが、はい、あのやっぱり出てる素直に出てるって思うし、その上で自分はメンタル的なところで、うんうん、もうアタックの意識で入っていけるみたいなところとか、うん、まあ、それがプラスになってあの常にこうアグレッシブにやってたなとは思いますよね。当然技術委員長という立場でハリルさんのこうサッカーを見ていて、でもご自身が監督になられた時には戦術面で変えたことがあったのか、そのあたりどうなんですか。ハリルさんと、いや日本人ってやっぱりもっとボールをしっかり保持をできたりとか、うん、対応力もあるし、うん、いろんな相手によって瞬間瞬間に変えられる選手が多いっていう中で、はい、やっぱり日本人の良さを少し意見したいなと思うんだけども、うん、監督はやっぱり自分のスタイルを、うんうんうん、もうこれをやらないとワールドカップでは勝てないとか、うん、世界に通用しないっていうところをすごく追求されるから、うん、だけど選手は言われたことをやりきれない時に、うん、じゃあ何を他にって言った時の選択肢が、うん、持てないわけ、もうやれやれっていう、まあ、それを少しあの緩めてあげれば、うん、あのっていうところは出したつもりなんだけど、日本化したっていうか、コロンビアにどのぐらいのタイミングで勝てるって思いました。あのね、ハーフタイムにやっぱり数的有利にもかかわらず、うん、1-1 で帰ってきて、うん、雰囲気がね、あの勝ち切らなきゃいけないっていうモードじゃない、うん、なかった、うん、もう無理しなくて、あの1-1でもこれすごいいいからねみたいな感じも声も聞こえるし、はい、でも俺はやっぱりあの勝ち切らなきゃいけない試合なんだっていうのを、うんうん、やっぱり伝えた、うん、だ後半ガラってなんかみんなポゼッションしだして重心が後ろじゃない戦い方をできたと思うんだけど、どうでした試合終わった後のロッカールームの雰囲気は。あ、それはもうやっぱりね、前回戦った選手たちは特にじゃない、やっぱりワールドカップの1勝ってすごいですよね。ね、やっぱり南米に勝てなかったからね、うん、まあ、そんな中第2戦セネガル戦はこうどういう意図、どういう狙いで試合に臨みました。アフリカのやっぱり特徴もあるし、うん、パワフルだし、あの空中戦はやっぱりっていうところも、はい、当然ストロングはあるけれども、
単純なやっぱりパワースピードの勝負をしないクレバーな日本選手の駆け引きみたいなところでの対応力、まあ、これはハリーさんもやっぱりデュエルに対する、うん、強調してた通り、はい、まあ、選手たちもそういうものを本質で持っていつつ、さらにそういう1対1で勝てないところもサポートつけるとか、はい、まあ、そういうグループでのプレーっていうことで回避していく、うん、1-2 でリードされる中で、まあ、本田圭佑選手を途中出場で投入するじゃないですか。でそのゴールで追いついて 2-2 の引き分け、これもしかしてスポットで使うかもしれないって言ってたのは本田圭佑選手のことですか？そうだね、彼にはもうはっきり伝えて、でそれでも選ぶっていうことの中で、うん、まあ、理解はあったし、うん、彼は、うん、それを全うしてくれたし、うん、トレーニングの中でもすごい、はい、選手に対するチームに対する、うん、サポート的なバックアップ的な中で本当にやってくれたなと思います。3戦目のポーランド戦、6人こう選手を変えて大幅にこうメンバーチェンジしたと思うんですけれども、うん、これは16勝ち抜くためのっていうところは、うん、で、うん、そのリスクは当然あるし、はい、なんでメンバー変えちゃうんですかみたいな感じ、うん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 、だけど自分はガーナ戦からスイス戦からパラグアイ戦の、うん、その前の準備の期間で、はい、全員使う、うん、だとにかく全員でもうグループステージ臨むんだっていう、全員が戦力なんだ、A と B って分けない俺は、もう全員が自分は戦力だっていうことを分かってもらいたいっていう中の強化試合を組んでって、うんうんうん、それは全てっていう思いがあったのもそれは事実 でチームの中でもポラン戦、うん、まあ、確かにそれの結果によっては全て失っちゃうんだけども、はい、まあ、自分は温存したいっていう思いではなくて、うん、チーム力を出したいって思う中の信頼して6人変えて臨んだんだけど、まあ、ああいう内容になってしまったんだけどね。あ、内容になってしまったということは、まあ、当然本意ではないと思うんですけれども、うん、0-1 からこうパスを回していくと、これどのタイミングでこれそのなんていうんですかね、戦術というか作戦というかこう切り替えられたっていう。まあ、当然どんな状況でも負けてるんだから、うんうん、少なくとも同点に追いつく戦術的な起用だとか考えなきゃいけないけれども、これはグループステージの駆け引きもあるし、確かに他会場動いてないっていうのは自分が察知するわけよね。ベンチ後ろで動いてないから何も言ってこないから、積極的には情報は入れないけど、なんとなく気配とか情報入ってこないなっていう感じですね。で情報入ってこない時にはもう圭佑をもう呼んでたの、はい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 、でも圭佑の横になんかモニターがあって、はい、あいつ高い城がなんか動いたっていうのを圭佑はアップしながら見たらしいんだよね。でそれでによって自分が呼ばれたけど、はい、行っていいのかっていうかどうなんだっていうところもやつは察したらしいんだよね、うん、で同時にベンチからポイチとペグが、はいはい、動きました、高い城動きました、うん、このままであれば上がれますみたいな感じだけど、自分の今までのスタイルは、はい、それでも言ってたんだよ今までは今まで、はいはい、いや負けてんだから、はいはいはい、行くべき、ね、うん、っていう自分がいるはずなんだけど、はい、あの時だけは何か知らないけど、はい、降りてきた、はい、高い城は動かない、うん、でここも変わらなければいい、うん、だから保持に回ったんだけど、うーん、だからスッと降りてきての決断で、本田じゃなくてベンチにここにいた外れを生かしたって。なるほど。牧野選手がその後ミーティングで西野監督がこうチームに向かってこう、まあ、謝罪というか。そうだね。試合が終わった次の日のミーティングで、うん、西野さんがみんなの前で頭下げて謝ったんですよ、うん、なんで謝んのかなと思ったら、
このワールドカップの前にみんなに2つだけ言いたいことがあるって言って、うん、そのうち1つがワールドカップを楽しむこと、うん、もう1つは積極的にチャレンジしてください。この2つを僕が言葉で選手に伝えたのに、うん、このポーランド戦はその指示を真逆のことを言ってしまった。本当に申し訳ないっていうのを選手に謝ったんですよ。実際にどんなこう言葉をかけられて。選手だけじゃなくて、はい、マネージャーからドクターから、うん、メディカルから、はい、やっぱり全員がやっぱり、うん、こんなことまでして上がる意味があるんですかって思うスタッフも嫌しないかなって自分は思うわけ、はい、でも自分の気持ちを全員に、うん、本当にああいう試合をさせて悪かったっていうことはまあ言ったんだよね、うん、いや謝る必要ないですよっていうことを選手が、うん、牧野は言わないよ、はいまあ、みんな、はい、あのいやそんな謝る必要ないですよ、うん、ピッチにいたメンバーも全員同じベクトルで、うん、ボール回したから、うん、いや行けますよって言って行く選手はいなく全員同じ意識統一の中でやってくれたっていうのは自分で、うん、でもブーイングがすごい、うん、あれはテレビで伝わってこないかもしれないけど、うん、あそこの会場で5万のブーイングって言ったらそれは選手には申し訳ないと思うんだよね自分はね。やっぱこれはその場で真剣にその勝負をかけた人じゃないとわからないことなんだろうなと思うんですけどね。16に対するとか、はい、8に対する意識がもうコロンビアに勝った時にもうやっぱり具体的に持てると思ったから16破れる戦い方に持っていけるんじゃないかなって思う中の戦略的なものは変わってはいったよね。声援があると。そしてベスト8をかけて臨んだベルギー戦ですけれども1-0、2-0になっていく展開は少なくとも想定はしてない、はい、まあ、後半のアディショナルタイムでこう逆転もうこの手の中に乗せられて戦いをしてたかなって思わざるを得ない、まあ、今年22年にカタールワールドカップがあってベスト8に行くために西野さんから見て何が重要になってくると思いますか。諸国の戦い方する必要はないと思うんでね、うん、